ていうかあなた何何え、だからどこのアイスワールド行くよ。それしかねえじゃねえか、アイスワールドよ。お前バカだろ。違う、当初の目的違うからな。アイスワールドって何なん、見てみる。アイスワールド、アイスの世界なんか昔さ、こういうペンギンのなんかゲームなかった。タッ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 っていうゲームあったよね、アーケードのね。できないね、後ろに立てねえもん。レッキングクルーに出てくるやつかな、これ。サングラスかけて古いことばっかり言ってんの。何やってんの。入っていいのそれ。入っていいのそれ。入っちゃダメじゃないの。はい、出てきなさい。いいから出てきなさい。あなた顔認証されてないよ。白熊の方顔認証されてる。いいから出てきなさい。入っていいの。あ、でもまあアルコールがあるからいいのか。てかこれ何なの。400円かかるんだよ、入るの。分かってるか。大丈夫、3歳以上の方じゃないと入れないらしい。大丈夫ね、うん、精神年齢3歳なんで大丈夫だと思います。ダメじゃん。ダメなの。次は後ろ行くの。また難易度高いな。なんかフリーパスとかあったよな、前。フリーパス、これ1年試験はただ入るだけの1年試験。そうです、そうです。電車に乗り合うやつね。ちょっとディズニーランドみたいな感じだな。そうだよね、全体的に。ごめんなさい、ちょっと後ろに立ちたかっただけなの。あっちも、あっち見んの。あっちも見る。あっちも見んの。てかあなた花見に来たんじゃねえのか。まあいいや。花あるよ俺。それじゃねえ。あ、これじゃねえの。花は知ってる。すぐ見た。あれ、バッティング、バッティングバッチングじゃねえのこれ。今日はね、ジュリオング日和だよ、ほら見て。ジュリオング日和。はい。なんか頭おかしい人な。自然になるんだよ。今まではね、ちょっとやらなきゃいけなかったけど。こんなバッティングセンターなんてあった？全然知らんけど。やるの？打つの？打ちたいの？あ、ダメでしょ。ピキって言ったら大変なんでしょ。ピキって言うかもしれないけども。ダメです。じゃあダメです。あ、エアホッケーよ。エアホッケーはいいや。なんでよ。だからどっちみち下向くじゃねえかよ。いや、ダメ。じゃあそれも我慢する。まあまあどうしようか、まあ、また気になるところで止めようか。はいはい。